自己新記録更新っと。カナお疲れ様。マリ、ダイヤも一緒にどうしたの？もう時間？いえ、少し早く誕生日パーティーの準備が終わりましたので様子を見に来たのですわ。そうそう、カナンがあんまり一生懸命練習してたからしばらく見守ってたのよ。タイム上がったんじゃない？よく見てるね。うん、少しだけ記録更新できたんだ。日頃のトレーニングの賜物ですわね。もともと体を動かすのが好きだからね。今度のライブに向けてスタミナをアップさせておきたかったから嬉しいよ。ところで二人とも何を隠してるの？手もなんだか砂で汚れてるみたいだけど。よく気づきましたわね。実はマリさんと童心に帰って砂遊びをしていたのです。マリーとダイヤの超対策ができたのよ。見て、砂のバースデーケーキ。トッピングにはシーグラスをあしらってみたの。とってもシャイニーでしょ。三段重ねになっているのもすごいし、トッピングもすごく綺麗。いただいちゃおうかな。おいしいよ。ちゃんと食べるふりまでしてくれるのがさすがカナンね。ありがとう。小さい頃もこうやって砂のケーキを作ってくれたよね。こんな超対策ができるようになるなんてびっくりだよ。それだけ私たちも成長したということですわ。さあ皆さんの元へ戻りましょうか。もう準備は万端のはずです。本物のバースデーケーキもとってもゴージャスよ。期待してて。この砂のケーキもとってもゴージャスだったよ。ありがとうね、マリー、ダイヤ。喜んでもらえてマリーもとっても嬉しいわ。いざパーティー会場へ、レッツゴー。あ、来た来た。おーい、カナンちゃん。お待たせよ。もう中に入っていいの？うん、準備はバッチリだよ。待ちきれなくてずっとそわそわしてたんだ。ねえ、マリちゃんが用意してくれたごちそうすっごいんだよ。もうどれも美味しそうで最高なんだから。カナンの大好きなものをメインにマリーがメニューを考えたのよ。いっぱい食べてね。それは楽しみですわね。マリさんのことですからメインディッシュもとても凝っていそうですわ。オッカース、メインディッシュはとってもスペシャルだから後でのお楽しみです。ギラン、見えた。メインディッシュはショップ。ストーップ。リコちゃん、ナイス口封じずら。ヨシコちゃん、マガンは封印ずら。後でのお楽しみなんだもんね。今あるごちそうもすっごく美味しそうだから楽しみだな。この打天使ヨハネも焦点させられてしまいそうな目にも眩しい料理の数々よね。本当だよね。私の好きなサザエとワカメがたくさんあって食べ応えがありそう。定番のつぼ焼きにお刺身、こっちはアヒージョかな。海の幸が大集合って感じだよね。早速みんなで乾杯しようよ。もちろんそのつもりよ。みんなグラスを持って。カナンさん、本日はお誕生日おめでとうございます。皆さんとこうしてお祝いできることを嬉しく思いますわ。それでは乾杯。あれ、マリちゃんの姿が見当たらない。どこへ行ったのかしら。もしかしてメインディッシュの準備すら。メール本日のスペシャルなメインディッシュの登場です。その大きなお鍋はもしかして。イエース、マリー特製スペシャルゴージャスなニューシャリです。おー、はい、まずはカナンの分。マリーのハートと同じでそうホットだから気をつけて食べてね。そうみたいだね。いただきます。うん、
いろんな具から出た出汁が効いてすごく美味しいよ。マリの味って感じでホッとする。これはかなりの出来栄えですわ。腕を上げましたわね、マリさん。カナンのバースデーパーティーをやるって決めた時から改良に改良を重ねてきたのよ。喜んでもらえて嬉しいわ。この打点塩羽の舌をうならせるとは、恐るべしシャイニー。打点子料理との融合でさらなる高みを目指したいところね。それは興味津々ずら。完成したら丸も味見したいずら。ルビーもあんまり辛くないなら食べてみたいな。ヨシコには後でレシピを教えてあげた方がいいかしら。ラテン子料理とのコラボレーションも楽しみね。面白くなりそうだよね。あ、そうだ、メインディッシュも来たし、そろそろプレゼントタイムにしない？いいね。せっかくだからここで開けてみてほしいし、今やっちゃおうよ。じゃあ私とヨウちゃんとリコちゃんから。はい。星降るスノードームのオルゴールだよ。雪の代わりに星が降ってくるの。しかも暗いところで星が光るんだよ。チカちゃんが絶対これだって。オルゴールの曲は星の瞬きをイメージしてるんだって。カナンちゃんにぴったりの曲だと思うわ。うん、すごく可愛いよ。これなら雨の日も星を見てるみたいな気分になれそうだよね。ありがとう。ラテン塩羽とリトルデーモンルビー、リトルデーモンズラマルも供物を用意したわ。絵がとっても綺麗な星の絵本なんだ。写真みたいにすごく星がリアルで、まるでプラネタリウムみたいなの。短いお話がついているけど、絵を見ているだけでも楽しめると思うずら。脳内記憶の他に打点子ヨハネが知識の泉から書物を選んであげたわ。これで空に瞬くあまたの星との交信も可能よ。すごく鮮やかな本だね。星も本物の星が本の中に降りてきてくれたみたい。この辞典もいいなって前から見てたから嬉しいな。私とマリさんからのプレゼントはネックレスと新しい星座早見版にいたしましたの。私たちも同じものを揃えましたのよ。シャイニーのシューリングスターのネックレスはマリーとダイヤの手作りだから世界に3つだけです。プレゼントがお揃いってところがマリらしいね。マリ、ダイヤ、ありがとう。光る星座早見版もワクワクしちゃうよ。早く使いたいな。そう言うと思ってラテン子ヨハネが直々に星との交信を済ませておいたわ。今日は星が打点する様が見られそうよ。ヨシコの打点子パワーでシューリングスターを引き寄せるのね。じゃあ早速みんなでシャイニーを探しに行かない？賛成ですわ。私も今夜は流れ星が見られそうな気がしていますの。よし、じゃあみんなで流れ星を探しに行くよ。